オレラニ人は、オーレイニーとして知られる、風船竹科の毒風船竹やジンガサ毒風船竹で、見られるマイコトキシンである。構造的には、ピリジンへのオキシドの二両体で、除草剤のジクワットといくらか関連している。1957年に、ポーランドのブイドゴシチュで135人の集団中毒が起き、うち19人が死亡したことで、オレラニ人は、初めて人々の注目を集めた。 風船竹属のキノコに含まれる。この属のすべてのキノコがオレラニンを含み毒を持つわけではないが、毒風船竹、ジンガサ毒風船竹、シーヘンライシーシーレイナーンシス、シーブルーニオフヘルバスはオレラニンを含む。これらのキノコに関係する中毒は、ほとんどが、狩猟採集を主要な栄養源とするヨーロッパであるが、北、アメリカ等でも生じることがある。オレラニンは、 急性人不全の原因となることが分かっており、幻覚効果を引き起こすと誤解して摂取した症例が多くある。1962年にスタニスロー・グラザマラにより、毒風洗ンタケから初めてメタノール抽出及び、管理された。グラザマラは、オレラニンの管理に加え、毒風洗ンタケの人独性を示し、オレラニンの物理的及び科学的性質を決定した。彼は、 このキノコの毒は、自発性急性人不全と関連していること、また単理された白色結晶を摂氏150度以上に加熱すると徐々に分解することを発見した。この最初の単理の後、1979年にアントコウクとゲスナーにより初めて構造が解明された。二人は、オレラ人が自身の分解物であり、無毒のオレリンのものから、 N オキシドであることも示した。オレラニンの最初の合成は1985年に成功した。キコ・エムラは市販される酸・ヒドロキシピリジンを用いてオレラニンを全合成した。最初の全合成の後、1987年にコーエン・アダドラにより X 線結晶構造解析が行われ、構造が確定した。 オレラニンの科学構成は1970年代後半にポーランドの科学者であるアントコウックとゲッスナーによってビピリジンジオキシドであることが初めて明らかにされた。互い変異性であり、より安定なのはアミンオキシド型である。オレラニンの興味深い特徴としてアルミニウムイオンと結合してキレート作体を形成する。オレラニンの最初の成は1985年に キコ、エムラにより3、ヒドロキシピリジンを用いて行われた。この合成は8ステップからなり、周率は79-87%であった。合成すると、2つのピリジン間はほぼ垂直になり、分子はキラルになる。キノコから単離すると、光学不活性ならせみたいである。他の合成手法も試みられた。例えば、ディー・ハムロとシュルツは、1八十五年に三 アミノピリジンから9ステップで合成し、周率は30%であった。キコ、エムラによる合成を下記に示す。1ステップ目で3、ヒドルキシピリジンをアルカリ溶液中で収素処理してに終える。このステップの生成物をジメチルホルムアミド溶媒で O をアルキル化し、3を得る。3をクロロホルム中で M クロロ化ソク抗酸により酸化し、4を得る。 この生成物は硝酸及び硫酸で処理され、5と6の混合物が得られる。5は、水に不要であるが6は可用であり、これら2つの分子は、混合物と水を混ぜることで分離される。6は、その後、メタノール中で、ナトリウムメトキシドと反応して、もう1つのメトキシモトが孵化して7となり、7は3化リンにより、脱酸素化して8となる。テトラミチルオレリンを得るために、 トリフェニルホスフィン、塩化ニッケル6水和物、亜鉛粉末を用い、ニッケルマイナスホスフィン削体を用いて、ハロピリジンのホモカップリングを行う。8由来のビピリジル化合物を集化水素酸で、脱アルキル化することにより、黄色の結晶性固体オレリンが得られる。オレリンを加酸化水素中で加熱して酸化し、目的化合物のオレラニンを得る。9から、オレラニンを合成する。 もう一つの方法は、これをクロロホルム中で、過剰の M クロロ観測鉱酸と反応させて、テトラミチルオレラニンとし、これを集波水素で脱ミチル化することでオレラニンを得る。オレラニンの構造が解明される前から、静電化を持つ、窒素原子を含むビピリジンの毒性は知られていた。除草剤のパラコートやジクワットは、植物だけではなく人や家畜にも、毒性を持つ。 家電窒素を持つビピリジンは生体内の重要な酸化還元反応を混乱させ、一つか二つの電子を盗み取ったり、また電子を他のしばしば望ましくない酸化還元反応系にバイパスしたりする。最終生成物は過酸化物イオン、または超酸化物イオンであり、後者は細胞に有害である。おそらく、オレランも同様に作用していると考えられるが、 酸化還元系の混乱から深刻な腎臓への影響が現れる過程は正確に理解されていない。人ではオレラニンの腎毒性の特徴は接種からの遅延が長いことである。通常、接種後に3日で最初の症状が現れ、場合によっては3週間後にもなる。オレラニン中毒の最初の症状はインフルエンザと似ており、初期の腎不全が続き、 最終的に排尿の減少や停止、その他の腎不全の症状が現れ、治療を行わないと死に至る。マウスでの半数致死量は、体重 1kg あたり 1220mg であり、これは2週間以内に死に至る量である。人でのオレラニンと関連したキノコ中毒の場合を考えると、体重あたりの致死量はかなり低いと考えられる。 俺らン中毒の下毒剤は知られていないが、早期の入院過量により、重症化に至らず、死を防ぐことができる。研究は続いており、一部では腎不全からの回復のため、抗酸化治療や副腎皮質ステロイドが利用される。ありがとうございます。